アイチャンネル。皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいてありがとうございます。アイです。はい、今日はちょっと出だしからこんな感じで眉毛描いてファンデしかやってないんですよ。今なんでかというとですね、じゃじゃーん、キム・カーダシアンのコンタリング KKW ビューティー動画出す前に自分でメイクをちょっとしてしまいまして、まあ練習してたっていうのもあるんですけど、これ間違えてというか、まあダーク、あの愛のこの肌に合ってない色をちょっと頼んでしまったんですが、意外にでもあの馴染ませられたので、それをちょっと今日喋りながらレビューしてやっていきたいと思います。それではレビュースタート。はい、まずはコントアリングですね。これあのダークっていう色味なんですけど濃いんですよ。ものすごい濃くて、こっちが割といつも使ってるっていう感じの色です。これはちょっと濃すぎて使えないので、ちょっともったいないので、あのアイシャドウベースとして今日使っていきたいなと思って、まあコントアリングとこれで一応アイシャドウでやっていきたいと思います。2本目はこういう感じの色味なんですけど、ちょっと一回腕に塗っていきたいと思います。こんな感じで、これはもうアイシャドウに使おうと思ってて、でこれがあのこういう明るいところに使う色ですね。でこっちがいつもアイがちょっと練習をしてたコントアリングの色なんですけど、まあね、これをどうなじませるかっていう感じです。まあこれがダークの色味になります。はい、結構思ってた以上にあの暗かったんですけど、ブラシも一緒についてたので、これでぼかしたらまあでもちょうど良い感じなのかなという感じで、ちょっと早速顔に塗っていきたいと思います。こっちの方の色で塗っていきたいと思います。まずね、ここのね、こう斜めに塗って、なんかこうキムのでやってたような感じの塗り方を参考に、こんな感じでねこうやってやってたので、見えるかな、こんな感じでね。でこっちの一番この薄い色、あのコンシーラーに近い色を、よし、こんな感じで。ついてたブラシでぼかしていきたいと思います。こうなんかトン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 ってやる感じがいいと思うんだけど広がんないんだけどいや、あ、でもあー待って、え、大丈夫これ、つけすぎたかな。でこっちをこう、あのこっちのね白い方で塗ったところでぼかしていきたいと思います。これやっぱ今日やって改めてやって思ったのが難しい。肌に合った色をぜひ買ったら良いかもしれない。なんかどうしよう、すごい、どうですか、首の色とちょっと違うけど、うーん難しいな。あのズルします。ボビーブラウンのスティックのファンデーションをちょっと塗ります。全体的にちょっと広がりまくったので、ちょっとねこういうとこにちょっとぼかしていきます。うん、なんかちょっと馴染んだ気がする。つけすぎ注意だったみたいですね。本当はこんぐらいでよかったっぽいね。こんぐらい、これをこうやって、ほら多分こんぐらいがちょうどいいんだよ。
あれちょっとつけすぎたわさっき。ほらいい感じじゃない。ちょっとそうでもない。めっちゃいい感じ。うん、よし、こんな感じでちょっとだけ馴染んだので、ここからちょっと目に行きたいと思います。ということで、こっち側だけアイメイクを終わらせてみました。で、さっき言ってたようにパール入りのコンタリングを目元にここにね使ってみたんですけど、ものすごい良かったです。ここもちょっと一回失敗しちゃったんですけど、目はもう全然良かったので、パパパって説明しながら今やっていきたいと思います。で、これと一緒に使うものがじゃじゃん、こちらです。 BH コスメティックスのアイシャドウパレットになります。まずここの色ですね、こことここの色を混ぜてブレンディングして、二重の幅上に塗っていきます。で、ブラシはこういうね、わかりますね、こうちょっと開いてるっぽいなんかものを使っていきたいと思います。ほわってこう塗るイメージも、ブワッて塗るよりも、もうここは一番上のぼかすあのグラデーションになるところなので、薄く塗っていきます。これが塗り終わったら、ここの色を塗っていきたいと思います。これは目の端と目尻と目頭にかけて、ちょっと気持ち濃いめに塗っていきます。で、この時わざと目の真ん中をコントーリングの色をのせていくので、真ん中だけちょっと開けておきます。そしたらダークなちょっとパールが入った色をのせていきたいと思います。これは目細工やってるので、あんまり剥がれないようにこんな感じで真ん中にパパパってこうやっていって、でちょっと指でなじませます。よし、これだけだとちょっとあのペタペタしてしまうので、この色を一緒にのせていきます。で、これ塗るとき目細工がね取れちゃいそうなので、こうポン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 ってこうする感じで塗っていきます。で、ちょっと横にもなじませてって、で、さっき初めに塗った色をもう一回ぼかしていきます。で、まだこっちと比べてまだ薄いなと思ったら、何回も何回も色を重ねていきます。はい、そしたらアイライナーを今回引かないので、濃い色で、これ BH コスメのブラシなんですけど、こういったブラシでこうアイライナーを描いていくみたいな感じでやっていきます。これをやることで結構あの目がはっきりして、こうパッてこうなんだろうな、目力がこう塗らなかったら目がこうホワーンってこうトローンってしてるイメージになるので、これで締めてあげるというか、そういうイメージで塗っていきます。で、これ何回も何回もこんな感じで色をぼかしていきます。そしたらここの目の下に行きたいと思います。で、ちなみに今日はあの裸眼です。だからあんまり自分の顔が見えてないです。なんですが、あのコメントで裸眼メイクしてほしいっていうのをいただいてたので、ちょっと今回裸眼でやらせていただきました。はい、で、目の下はこことこの色を混ぜていきます。こういうなんかゴールド系の茶色も割とするので、こういう感じもまた使ってみようかなと思ってます。そしたらあのここの目の下にちょっとだけはっきりする色を下にも塗っていきたいと思います。はい、そしたら最後目の仕上げにじゃじゃん、マックのマスカラを塗っていきます。意外にね、ほわっ
の方がね、目が大きく見えたりもするんですよね。こんな感じです。で、下も同じように塗っていきます。口閉じてね、できないんだよね、絶対。なんでやろ。はい、アイメイクは完成しました。これものすごくアイメイクに良いです。こんな感じで、うん。はい、そしたらメイクアップフォーエバーのパウダーで肌を仕上げていきたいと思います。このパウダーちょっと変わってて、こうちょ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 んってこう穴開いてて、こういうとこに落として使う感じになるんですけど、これはこういったね、パフでこうやって押して使う感じのものらしいです。で、これあんまりねつかないんですよ。つかなくてもちょっと塗っただけでサラサラなの、不思議でしょ。こう塗りすぎると肌が真っ白白になっちゃうから。でもこれめちゃくちゃよれづらい。夏でももう今暑くなってきて何回か使ったんですけど、全然よれない。もうだってもうサラサラだもん。夏はでもこれ使ってることが割と多いかもしれない。さっきちょっとここのコントアリングをしたところもちょこっとだけ押さえておきます。じゃないとあの色がもうブワってシェーディングした時についちゃうので、あのね、ちょっとほんとね触ってほしい。めっちゃね、ほらわかる、サッサラッサラになる。さっきまでちょっとペタペタしたんだけど、ちょっと塗っただけでサラサラです。これめちゃくちゃおすすめです。ちょっとメイクアップフォーエバー近くにある方はぜひ見に行っていただきたい。で、シェーディングに入りたいと思います。じゃじゃん、カイリーのこの前のサマコレのシェーディングです。こっちを一回塗っていきたいと思います。こういったね、ブラシなんですけど、これ BH コスメティックスなんですけど、こういう大きいハケをさっきコントアリングを塗った上に、わ、さっきのやっぱキム塗った時はどうしようかと思ったけど、こうやってあのパウダーのせたりとかシェーディングやってたりしたらすごいいいかもしれない。こんな感じでなじませていきました。じゃじゃん、カイリーのブラシを使っていきます。これをさっきのシェーディングとなじませるような感じで塗っていきます。こんな感じです。で、ここからノーズシャドウに入りたいと思います。ノーズシャドウもさっきのここに塗ったシェーディングでやっていきます。で、ノーズシャドウはこの眉毛からつないでブワーって下までこうブラシで、で鼻先はこんな感じでこう V の字を描くイメージで塗っていきます。はい、そしたらハイライトに行きたいと思います。こことここ混ぜてつけていきます。これ BH コスメ、最近も BH コスメがすごい多いブラシ。まずね、ハイライトを塗るときはここの頬羽の高い位置を目指してこう斜め上に塗っていきます。これ綺麗で、まあこうでも眉毛の上でもいいんですけど、最近あれは眉毛の内側をこういうイメージでやっていきます。めっちゃ綺麗。こんな感じですね。うん、めっちゃ綺麗。そしたら最後リップに行きたいと思います。キムのイメージだと今日赤っぽいの塗りたかったなと思ったんですが、このカイリーのサマコレ塗っていきます。これ割と綺麗な色だった気がする。これマットです。ベルベットと両方入ってたんですけど、彼はマットの方が好きだから。
でレビューとメイクが完成しました。見ててどうでしたでしょうか。ものすごいもうなんかコントアリングじゃなくてもうブワーってこう なんか全然こう境目もなんもない感じになっちゃって、ちょっと一回ズルしてファンデーション塗ったりしたんですけど、何回もこう塗る感じじゃなくてサッ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 ってこう塗ったらものすごくいい感じで、でこのブラシとスポンジでぼかしたらものすごくいい感じになったので KKW ビューティーおすすめします。初めてのラガンメイクだったんですよ。実はこんな感じでラガンでやらせてもらいました。次回もよろしくお願いいたしますあっさりはい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 I love you! バイバーイ。